さあそれでは東野アシスタントコーチに電話がつながっています。東野さん、はい、こんばんは。こんばんは。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。ある意味で疲れました。いや残念でしたね。まあそうですね、まあこの結果はまあ結果として受け入れなきゃいけないですね。そうですね、今日戦ってみて感覚どうだったでしょうか。いや相手の主力のですね、ポイントガードの6番のヤンドンゴン選手ですね、彼が今日出てなかったので、彼にまあその前年のアジア大会でやられてたので、我々はこれ勝つべきゲームだったと思います。まあそこで勝てなかったのは我々からの不足だというふうに思いますけれども、それがですね、ジョージ選手、まあ、コンディション的にどうかなと思ったんですが、はい、今日は実際どうだったんでしょうか。いやまああのプレーはしましたけど、まあ、100% の状態じゃないのはもう見て分かりだったと思いますけれども、まあちょっと出だしのところでつまずいたのは、まあ、ちょっと痛かったですね。そうですね、第3クォーター追い上げましたよね。そうですね、あの10点差まで行った時のちょっと2つの攻防でつなぎきれなかったっていうのは、まあ、少ししかチャンスはなかったんですけれども、そこでの我慢強さというか精神的な部分なのか、やはりその部分は、まあ、韓国が少し勝ったということだと思います。相手を認めなきゃいけないというのも感じたところだと思います。スタジオには北原さんがいらっしゃいます。はい、お疲れ様でした。東野さん、お疲れ様でした。まあ、あのオリンピックのチケットは不可能にはなったんですが、ウィスランコーチが目標としていたベスト4も届かないということですが、ただこれから5位8位決定戦に出れば5位になれる可能性もあってですね、目標にだいぶ近づけることは可能なので、この連敗した中でモチベーションを上げていくのは大変だと思うんですが、そこら辺はどういうふうにこれから焦点を絞っていきますか。まあ、今試合終わったばかりなので、まあ、あの切り替えは非常に難しいと思いますけども、はい、まあ、そこが今日本に足りない部分だとしたらですね、これをいい状況に持っていくっていうトライをやはりチャレンジをしなきゃいけないと思っています。まあ、そこはあのチーム一丸となって、まあ、スタッフ、コーチングスタッフ、全てのスタッフ、そして選手一丸になってですね、まあ、日本のためにということでずっとやってきましたので、最後まで諦めずにやりたいと思います。はい、最後で僕はもうしっかり応援していきますので頑張ってください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。また応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東野アシスタントコーチでした。いや本当にどうやって切り替えるか非常に難しいかもしれませんが、そのあたりの気持ちの切り替え、まあ、日本は5位から8位決定戦に回るということになりました。本当にオリンピックの道は断たれたという今日のこの韓国戦でした。第3クォーターに追い上げたんですが、しかし及ばず。そしてエースの河村がもう終始決定的にバックだったんですね。はい、ただそれはある程度予想されることだと思います。この国際大会でですね、チームプレーのバスケットを一人だけで局面を打開していくということは相当大変なことです。スタッツが出てますね。スタッツ見てそうですね、はい、スリーポイントの確率も打ってる本数も日本が勝ってですね、2点のところも非常に健闘していると思います。そしてフリースロー日本も韓国もひどいんですよね。そうなんです。これ 56% と 41% です。はい、リバウンドはですねやはり負けてしまいました。47本取られましたよね。はい、そのあたりで非常に、まあ、リバウンドも苦しかったということですが、